ヘレナ聞いてくれよ。こいつが俺たちの獲物を横取りしたんだ。そっちが後から狩り場に来たんだろうが。はは、ノロマにゃ向かない仕事だぜ。怒ったぞ、暗いシールドアタック。お前、最近生意気だぞ。この報酬は2人用なんだ。今回の取り分はなしだ、悪く思うなよ。いつも騙しやがって、今日こそは許さないぞアイスジェベリー。ミスヘレナ、僕たちはシルバープレート以上の実力があるんだ。実力に見合った名声を得るために、高ランクのクエストを紹介してほしい。今すぐに、ヘレナさん。さすがヘレナだぜ。これなら納得だな。美しい人は判断力も違う。ヘレナいつもありがとう。さあ狩りに行くべ。ヘレナってば。ヘレナ、何度も呼んでるんだけど。もしかしてこれは放置プレイなのかしら。ついに同僚からもド M 心をターメイサーレイルー日が来るなんて。いいわ、受けて立つわ。私をもっと恥ずかしめるがいいわ。え？リタ、ごめん、全然聞いてなかった。いろいろ考えてたらぼーっとしてたみたい。あなた、ちょっと働きすぎじゃない？もうずっと休みなしで働いているでしょう。休憩もあまり取っていないし。全然そんなことないと思うけど。しかも明日の休みも延期申請を出したって聞いたわよ。ギルドを立て直している最中だからって、いくらなんでも限度ってものがあるわ。効率よく働く秘訣は、程よい休息と気分転換によるリフレッシュ。今のあなたは仕事ばっかりの仕事鬼人間よ。だけど爆発事件があってから、危機管理能力の低下を指摘されて、本部から評価下げられたのも事実だし、今頑張らないと。まだ大丈夫。本気で危ない時は自分で言うから。献身的すぎるってのも困りものね。なあ、青年。家にさ、冒険者プレート剥奪通知ってのが届いたんだけど、何これ？いやー、この間の大爆発事故で全部吹き飛んだでしょう？ここでの業務はできることが限られてしまって、今は本部が事務処理を代行しているんですよ。とうとう卒業。ですね、ミュラーさん、笑い。え、何それ？あのね、依頼したいの。あら？いつの間に？全然気づかなかったわ。依頼したいの。どこの子供さんかしら？お父さんかお母さんいる？一人。私、ジェナ。お母さんが病気になっちゃったの。お父さんは、わからない。え？治すのに、空の鏡森にある、水月の草って薬草が必要なんだって。大人の人がそう言ってたの。でも今は空気の流れが変だから、森に入っちゃダメだって。ここに来たら、すごい人たちが助けてくれるって聞いたの。だからお願いしに来たの。空の鏡森って、あの大司教が亡くなった場所じゃない？空の鏡森に入っちゃダメって、そんな話あったっけ？水月の草？そんな薬草を聞いたこと全くないわ。ギルドの図鑑にも載ってないし。私、何度か見たことある。キラキラした綺麗な草なの。信じがたいけど、この子同伴なら採取可能ってとこかしら。お礼に花冠作ってきたの。これじゃ、ダメ？引き受けてくれる冒険者は？ははははは、俺たちは狩り専門の冒険者だぜ。金にならない依頼はちょっとな。安請け合いするとリーダーに叱られるし。汗水流して酒を浴びる、これが冒険者よ。はぁ、採取専門チームもほぼ全員が調査に向かってるしね。氷結の奥に新しい森林が見つかったからって。絶望的よ、ヘレナ。お母さん、とっても苦しそうなの。ご飯も全然食べてないの。そんな。ミュラーさんはクエストをしばらくやってないってみなされ、本部が剥奪扱いにしちゃったみたいですね。じゃあ何？俺もう冒険者じゃないの？そういうことになりますかね、ただのミュラーさん。ただの？一般人かい？困るよ。吊り橋工事のクエストはちゃんとやったんだしさ。そう言われましても。じゃあさ、私明日お休みだから、明日一緒に薬草を取りに行こっか。いいの？空の鏡森って今まで魔物が出た報告もないし、日帰りで帰れる距離だし、大丈夫。私がその花冠、欲しくなっちゃった。うん。おじちゃんもあの森にご用事あるんだね。一緒だね。そうだよ。急に森林浴したくなったんだ。でもおじちゃんじゃなく、お兄さんか。10年に一度の魔術師お兄さんって呼ぶといいぞ。わかった、おじちゃん。勘違いしないでくださいね、船虫野郎。ギルドスタッフとして、元冒険者へ手を差し伸べようとしているだけなんですから。この子の依頼を無事クリアしたら本部に掛け合ってあげます。理不尽な気持ちでいっぱいだが仕方ないな、頑張るぞ。それはそうと、トネリコちゃんは元気にしているんですか？ああ。あの森へ薬草を取りに行くって言ったら、複雑そうな顔をしていたがね。獣かのように振る舞って心に傷なんか負わせたら許しませんよ。ねえねえ、ヘレナお姉ちゃん、ピクニックみたいでワクワクするね。あらまあ、ジェナちゃんったら。いい風。こんな風にのんびりすること、最近なかった。慌ただしい毎日を過ごしていたし、ユグドラシル教団の事件からは、気が抜けない日々だった。お姉ちゃん、こっちすごくいい景色だよ。ずっとギルドのこと考えていた。朝起きた瞬間から寝る直前まで。何かを好きで居続けられるのは、きっと幸せなことなんだろうけど。このままずっとそんな日々が続いていくのかな。少し無理をしていたのかも。お姉ちゃん、大丈夫？どこか辛いの？辛くなんてないわ。ただ、違う生き方をしていたらどうなってたんだろうって。もっと自由に生きたり、太陽や風を感じて過ごしたり。それに、恋をしたりとか、なんてね。私は今の生き方を自分で選んだけれど、いつか後悔するのかもしれない。よくわからない。ふふ、そうよね。変な話しちゃったよね。まったくだよ。働きすぎなんだってヘレナは。俺なんて今は、毎日券の稽古と図書館が良いだぞ。ド産品一般人の方はもっと働いたらどうですか？戦利品の3本の大釜は、一体いつ持って帰ってくるんでしょうかね？相変わらずの口の悪さには恐れ入るよ。安心してください、ミュラーさんにだけですから。私、お姉ちゃん好き。あらあら、ジェナちゃんたら。扱いがなんでこんなに違うの？ここからが空の鏡森だな。あのね、大きな泉の近くに水月の草が生えているの。キラキラしたとっても綺麗な草なの。だから水の流れている場所に行きたいの。確かに空の鏡森の中心部あたりから、泉が湧き出ている。迷うような森でもないが、気をつけて進もうか。この森で、グリーベル大司教が倒れていたと聞きました。ああ、森の南側だから、向かう場所とは少し違うがね。なんでも、魔力を秘めた鋭いナイフのようなもので、多くの傷跡がつけられていた。大量出血による、失血性ショックが死因だそうだ。仲間割れか、野党の仕業、と軍部は判断したが、まあ、南側に行かない方がいいだろうな。理由はどうあれ、悪いことをした人は、相応の報いを受けるのでしょうね。同じ人間でも、どうしてそこまで恐ろしい行動ができるものなのでしょうか。最後は何も報われるものがなかったのに。そりゃ、自分が正しいと思って疑わないからだろうな。自身が善で、相手が悪だと思い込んだとき、相手の声は届かなくなり、己が優れていると過信する。自分の力で相手を屈服させ、服従させなければ、という欲望が生まれるのだろう。本当の意味での、思いやりや慈悲はなくなり、それはただの都合の良い言葉になり下がってしまう。なんてバカバカしい話なんでしょう。周りの、多くの人が傷つき、苦しんだというのに、もうあんな恐ろしいこと、二度と起こってほしくありません。相変わらずマナの流れがおかしいと聞く。変なことにならなきゃいいが。ヘレナお姉ちゃん。私、怖い。ああ、ごめんね、怖がらせちゃったね。ジェナちゃんが大きくなる頃には、もっと安全な世の中にしておかなくっちゃ。急に霧が出てきたな。こんなにすごい霧は珍しいぞ。あれ？ニャラーさん。嘘？なんで？はぐれちゃった。お姉ちゃん。大丈夫よ。何があっても守るから。さあ、こっちに。魔物の影響かもしれない。近くの木に隠れましょう。霧が出て危ないときは、動き回らない方がいいの。しばらくじっとしていれば、あの人が必ず見つけてくれるはず。あの人って、一体誰のことを言ってるんだろう。